こんばんは。ちょっと待って。デビニアンさん、坪井ゆうすけさん、スーさんさん、バンジェラモンスターさん、コモチンさん、ゆきかぜさん、スカパラダさん、モカジさん、シュウゾウさん、ミハルさん、天使のヌグさん、ありがとう。こんばんは。ふーちゃんのタンプレまだ決めてない。ホジェさん、ありがとう。GJ 太郎さん、ありがとう。そう、明日温泉ロケなんですよ。もうワクワクしすぎて、楽しみすぎて、明日朝早すぎて心配。セリアさん、バンジェラモンスターさん、ありがとう。あ、もう何やるか言われてるの？あのバナナは後々美味しくいただいたんですか？もちろん即座にいただきました。道後温泉第2弾、あのね、第1弾なんですよね、実は。この前のはなんかスピンオフっていうやつらしいよ。これが第1弾。それもまたすぐ寝るの？うん、お風呂も入って寝る準備ほぼ OK って感じです。2週間おきに道後温泉、2週間おきに道後温泉は行ってないよ。アマズさん、デブニアさん、ありがとう。17時30分からなのに朝早いの？だってさ、あの ST4 データチャンネルでその放送する、収録もするからさ、その生配信はそれのもう最後の最後というかなんですよ。なんかその前にロケがあるから早いんです、めっちゃ。あとメイクと、髪をしていかなきゃいけなくて、そう、自分でやらない、やるから朝早く起きて準備をしなきゃ、握手会みたいに。メンバーの予選で勝ち抜いた温泉地が次回からよ。そうそうそう、だから前回のはもう0回目っていうあれらしいよ。大輔さん、ありがとう。やっぱ瀬戸内の温泉を巡るなら道後温泉も行っとかなきゃみたいな感じでね。おもちんさん、ありがとう。
風呂入ったから横毛くるん取れちゃった。うん、これですね。暖房じゃない、私の部屋お風呂の上だから乾燥の音が鳴り響くんですよ。カキって手裏剣にもなるから便利。使ったことなかったわ。確かに。バウシさんありがとう。ヒートテックはまだいいんじゃない？前髪伸びた。本当？うちのお母さんのティン金のネックレスもティファニー。いや、なんかあれは分からんって言ってた。ティファニーかもしれんし、もどきかもみたいな。よく分からませんでした。なんでいきなりその話？チャイナに釣られたアクスタ買いました。あ、前髪伸びた？朝食見たことないです。見た方がいいよって言った。今日グッズ締め切りやで。え、だって皆さんですって。もう大丈夫ですか？心残りはないですか？ゆきさんありがとう。うちの好きなメンズの服装は？え、わからん。似合ってたらいいと思う。でもあれは、まあ、メンズ限らず好きじゃない。あれドクロのマークは好きじゃない。なんかときめっきーさんありがとう。あとはなんだろうな。ありがとう。限定的で草。そう、スカルマークはね。ダダダダムドさん、 M ケンさん、しんちゃんさんありがとう。しんちゃんさんありがとう。うーん、よくわからん。ハイドロゲンって何？夏の男子の短パン。あー、マサさんありがとう。スランプくんさん、ホジェさんありがとう。バナナイルカのやつ、マヒちゃん、チンアナゴバージョンのキーホルダー。どういうこと？一周回ってシンプルに白シャツがいい気に突入しそう。いや、白シャツはいいよ。本当におすすめ。白シャツ着ときゃ間違いない。
ビルマさんありがとう。うん、でもなんかなんて言うんですっけ、なんて言うんだっけ、あのパルコのパルコの新刊の何階かにあるお洋服屋さんが好き。バナナシリーズじゃなかったの？あれ本物のバナナですよ。ん？そういう話じゃない？ローリーズファームみたいな。ローリーズファームですっけ？ドアーズみたいな。次のお話し会白シャツにするか。いや男性も女性も、女性もね本当に白シャツとてもいいと思う。好きです、着てる。セプトってロゴ入りティーとか、私も持ってる2着。割とガーリーなやつ。え、違う男性男性。なんか白が好きなんかな。白 T シャツに、なんかなんて言ったらいいんだろう、ベージュとなんかの色のチェックの上着みたいな。長くない？なんかごめんなさい、全然あれ本物のバナナなんですよ。そういう話じゃない？アーバンリサーチ、あ、そうかも。白 T シャツの胸にスタジオって書いてあるしかない。いいじゃん。女子の白シャツハードル高くない？本当？私よく着ますよ、まあ、形があれだから、いろいろあるから着れるのかも。この前も着たしね、いっぱい持ってる。よく着てるイメージないですか？そんなない。モンスターの石田さん好き？石田さん大好き、めっちゃ好きめっちゃ好き。でもツッコミで骨が折れたっていうエピソードもちょっとなんかけなげというか、あれでちょっと好き。キルスさん、大地さんありがとう。全然ない。全然ない、悲しい。そうそう、アシンメトリーのロデオ、こう覚えてるやん。男でピンク紫のシャツいいんじゃない？全然。しんちゃんさん、大地さんありがとう。足目といて非対称、そうだよ、うん、あのバナナ食べました、甘かった。ももさんありがとうね。そうよ、好きなものを堂々と着るのが一番。それな無印で白いやついいね。うちの話聞いて、もうすぐユニクロからめっちゃかっこいい白シャツ。かっこいい白シャツとは。おやすみちゃん寝るの。またたびさんありがとう。家にあるシャツ全部白に出し
もったいなさすぎ。ホジェさん、コモチンさん、ありがとう。ベレー帽似合う女子はおしゃれ、おしゃれ素敵感。おしゃれ素敵感。みちゅって最近ダイエットはしてないの？うん、ダイエットはしてないけど、マッサージだけしてる。こんばんは。そうね、影響されやすいので去年の冬はコーデュロイのジャケットばかり。コーデュロイのジャケット可愛いよね。白シャツ好きだけどご飯食べるとき気使うので疲れる。確かに。ゆきかじさん、またたびさん、ほじさん、ありがとう。こんばんはん。はん。そうなんやな。自分は T シャツは捨てるし、靴はナイキこだわりがあるんだ。へえー。STU だし、ナイキはサンフレのスポンサーだからですか？うちが前にモバメに書いてためっちゃオシャレな洋服屋さんが気になる。私もそれ覚えてないんですよね。今日金木犀の匂いがして今村さん思い出しました。嬉しい。やっぱ見といてるよ君のイメージ金木犀よ。香りまでもそうじゃなてばかね。夏の終わりの初夏の気温は気持ちを遠くに乗せてた。最高あんた最高。心臓が止まれる。ブルーさん、ありがとう。妹がそれずっと歌ってる。金木犀読めるとはすごい。好きですから持ってる。明日雨なのかな。台風だよね。やだな。金木犀見たことないんだけど、どんな香りなの？それはもったいない。もったいなさすぎる。金木犀が読めたところでなんちゃらを読んでください。なにこれ、裏声カバ。花ですか。みんなが書いたじゃん。将来は金木犀を町に植える人になりたい。北海道には咲いてないらしいので。いいそうなの。金木犀は世の中に必要よ。マジなんか何て言ったらいいんだろう。甘い。何の匂いってたいんだろうな。金木犀。金木犀の香水持ってる？持ってないんだよね。
そう、夢舞いココロンだっけ、めっちゃいいその匂い。夢舞いココロンはもうガチの金木犀の匂いがする気がする。持ってるイメージあった。あ、持ってるわ一個。かのちゃんがくれた練り香水、金木犀の。しんちゃんさんありがとう。金木犀よりラベンダー派かも。うん、ラベンダーも好き。一時のミジュレーンはすんごい金木犀の香りがしてた。それな、私が金木犀の香り好きって言ったら皆さんがつけてくださって、私のレーンは秋でした。本当にうさぎの練り香水ですか。そうそうそう、みんなでもそうつけてくださってる方が来たらわかるけん、あ、つけてるでしょって言ってた。こんばんは。でもさ、ラベンダーの香り好きって言ってさ、ラベンダーのさ香水皆さんがつけてきてくださったらもうそれも最高ですね。だってさ、もうなんかなんて言ったらいいの、癒しの楽園じゃん、癒しの匂いじゃんラベンダーって。そう、わしのレアめっちゃいい匂いなの、皆さんのおかげで。ラベンダーはちょっと苦手。そんなことあるの。待って、いい色これとこれって思った言われてる。ラベンダーの香水は持ってないけどオイルは持ってる。寒いかな、寒くないんじゃない、わかんない。布団かぶるし。金木犀の花言葉は謙虚、ラベンダーはあなたを待っています。最高じゃん。私謙虚だからさ謙虚な人は私謙虚って言わんけど多分。金木犀に似合う女やな。ごめんなさい、ごめんなさい。バンジャラモンスターさん、またたびさんありがとう。昔は香水の自販機ってあったそうね。消臭源のお部屋用ラベンダー、ふえバブリーズ、え、な、最近出たやつ。このメンバーいい匂いがするって思う人誰。ナナさん、気高い人、気高い人、気高い人どういう意味。テルさん、ホジェさんありがとう。ラベンダーの香水もあると思いますよ。気高い人ってどういう意味なの。高潔、それもわからん。
高い。調べよう後で。ラベンダーのね、ユースキンのねハンドクリームがめっちゃ好きで持ってます。気品がある上品みたいな、はあ、そういうことね。私じゃんよく上品って言われるんですよねやめとこ、調子乗っとるわ。調子乗ってるって言われる。いきます。13位スティーリバーさん、12位ユキさん、11位セリアさん、10位アモズさん、9位ダイチさん、8位ブルーさん、7位エムケンさん、6位コモチンさん、5位ギルスさん、4位ダダダダムドさん、3位スーさんさん、2位ホジェさん、そして1位はルル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 、じゃじゃん、坪井祐介さんでした。今日下手だった。ありゃ変わった、やばいやばい。ホジェさん1位ありがとう。坪井祐介さん、コモチンさんありがとうございます。スーサーさん、ギルスさん、ダダダダムドさん、エムケンさん、ブルーさん、ダイチさん、アモズさん、セリアさん、リョウスケさん、ユキさんありがとう。ラッキーナンバー22はドルルルンジジャン、ジュノラゴさんありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう。ロボイチラッパ、休み中、また明日、明日の朝早いよ。